ついにプロ野球ファンの待ちに待ったステラントレースが始まりました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。北海道日本ハムファイターズはここ札幌ドームにバファローズを迎えての開幕戦となります。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、開幕戦ということでやはりチームにとっては重要な一戦だと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、とにかく最初の試合ですから、勝つか負けるかでも大きく変わってくる、そういう日ですからね、開幕っていうのは。まあ、特別な1日ですから。そうですよね。そんな大事な一戦がスタートします。まずはファイターズの先発有原が札幌ドームのマウンドに上がります。この開幕戦をどちらが取るか、両チームにとって大きな運命の分かれ道です。さあ、ペナントレース開幕です。今パシフィックリーグ公式戦、インサイド落ちました、ヒットになった、プロ初打席で初ヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁には先制のランナー、バッターボックスには新井、そして塁上には俊足の大石。まあ嫌なランナーですから、どうしても気になってしまいますよね。本当にそうですよね。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。いや痛いですね、先制のランナーですからね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。そうですね。打った、セカンド正面、抑えた、一塁へ、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、丁寧にいった方がいいでしょうね。その警戒すべきデイビス、打席に入っています。初球ボール、ストレート打っていった、ぐんぐん伸びる、先制なるか、入った、ホームラン、デイビス今シーズン第1号の先制ツーランホームラン、プロ初打席で名刺代わりの一発。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ご覧いただきましょう、警戒はしていたのですがここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。今日これがプロ入り初打席となる小栗。ファイターズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。3球目打ちました、この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。プロ初打席で初ヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球甘いコースでしたがタイミング合いませんでした。2球目打ちました、この打球はフライになっています。ファーストが構えます、中田が掴んで2アウト。さあ、そしてバッターボックスには鈴木入っています。さあ、2アウトながらまだピンチは出していません。まあ、このままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。打った、高く上がった、これはどうか、センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、3対0、ファイターズもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。立ち上がりを攻められています。さあ、そして打席には金村入ります。さあ、なおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですよね。初球ストライク、これは見送ってボール、3球目打ちました、ライン際落ちました、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。4対0、ファイターズなおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。またしても点を入れられてしまいました。
8番バッター山下。ファイターズこの回4点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。いや小宮山さん、やはり先ほどのホームランで乱されましたかね。どうでしょう。ドカーンと大きな当たりです。高入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。プロ初打席で名刺代わりの一発。真ん中に入ってしまった変化球、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。ファイターズ追加点を許します。6対0になりました。カーブが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、ピッチャーは警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。今日これがプロ入り初打席となる牧。ファイターズ初回から相手打線に捕まっています。打ちました、有原。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。さあ今シーズンはご覧のようなオーダーで打順が組まれています。赤星さん、スターティングメンバーをご覧になっていかがですか。そうですね、攻撃ですと両チームの2番バッターがどう機能してくるかというのが一つポイントになってくると僕は思います。はい、両チームの2番バッターバッターは西川。赤星さん、注目の初先発となりましたね。初めてのピッチャーと対戦する時のポイントはありますか。映像では見てると思うんですが、実際に打席に立つと感覚の違いが出てくるので、やはりバッターは振っていきながらタイミングを合わせることが大事だと思いますね。どうやって攻略していくんでしょうか。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掘ってワンアウトです。バッターは2番に入っている太田。桑田、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド変化球決まっています。インハイ際どいコース、ファウルです。ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。変化球空振り。クリーンナップが登場します。バッター近藤。ツーアウトランナーありません。インサイド変化球決まっています。空振り、ノーボール2ストライクです。打ちました。ここはフライになっています。新井掴んで3アウトです。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。打順はトップに帰って大石。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打ちました、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。2番バッター新井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁はセーフ。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。まあ、得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。打った、大きな打球になった。ライトバックバックバックする、ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン、打ったバッターセカンド待って三塁に向かう。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、7対0ファイターズ、なおもピンチです。初球から際どいコースをついてきます。際どい球わずかに外れています。打ちました、石井。一塁を送ります。アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは今日 DH に入っている小栗。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。セカンドランナー動けずワンアウトとなりました。打ちました、右中間に大きな打球。さあどうだ、右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、8対0
ファイターズなおもピンチです。バッターボックスは5番クリ。甘いコースでしたが見送っていきます。ファウルになります。外、アウトコース打ちました。右中間へのヒット、三塁へ送球する。これがプロ入り初ヒット、ランナー三塁一塁となりました。これが初球、初球ストライク、またインロー、まあ、そうですね、打ち取れる可能性が高いわけですから積極的に打ちました。これはどうか、セカンド取った、一塁へ、アウト、ツーアウト、バファローズ1点追加します。7番バッター金村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね、バファローズこの回7人目のバッターになります。外低めの球、ワンボールツーストライクです。体に近いところ打った、レフトに大きな打球、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、10対0、ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番山下、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、外角低めのストライク、打った、真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、11対0、ファイターズ、ここは当然という交代でしょうか。ファイターズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の井口。さあ、マウンドに上がったのは井口、今シーズン初登板です。さあ、小宮山さん、ここで変えてきましたね。まあ、これ以上点をやれないということですよね。そうですね。さあ、ベンチの期待に応える投球を見せてほしい。打ちました、切れました、ファールボール、打ちました。この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、12対0、ファイターズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります、バッター大石、今日はここまでマルチ安打を記録しています。打ちました、高く上がった、これはどうか、センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ツーアウトランナー三塁二塁、ファウルになります。これは見送ってボール、3球目打ちました、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、バファローズが突き放します。14対0、ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスデイビス、さあ初球は何か、インコース詰まりました、この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズ連打連打。さあ赤星さん、各バッターはまず早く1本ヒットを打ちたいという気持ち強いでしょうね。そうなんです、野手は早くあの H のランプをつけたいんですよね。そうみたいですね。まず初ヒットを打って自分自身の開幕を迎えたいところです。このクロスファイヤーは対応が難しいでしょうね。はい、高め、見逃し三振、ワンアウトです。5番バッター渡辺、桑田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライク、三塁線、金村掴んでツーアウトです。バッターは DH 清宮、ツーアウトランナーありません。
ファウルです。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ファイターズ三者凡退です。小宮山さん、序盤から大きく失点してしまいました。巻き返し期待ですね。いやもう本当にね、これ以上点をやったらもう取り返しがつきませんからね。より慎重にというか、ね、初球打ち、これは浅いフライ。ここは打ち上げています。ストレートを打っていきましたがライト掴んでワンアウト。バッターボックス栗、先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。さて今日のファイターズの先発は序盤大量失点で交代した有原。抜けていきます。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは6番鈴木、先ほどの打席で打点を挙げています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど。打った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びて、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、これがプロ入り初のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ファイターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。そうですか。さあバッテリーどう組み、打ちました、浅いフライ。積極的に行きましたがレフト掴んでツーアウト。バッターボックス山下、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ツーアウトになっています。ファウルです。次が3球目、これはバットが泳ぎます。ワンボールツーストライクです。打ちました、伸びていく、この打球は落ちそうだ、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー二塁、初球は何で来るか。初球打ち、大きな打球になった、レフト下がっていく、下がって入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打順はトップに帰って大石、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ジャストミート、レフト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、これで3連打。ツーアウトランナー1塁、バッターボックスは2番新井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。引っ張った、おっと取った、アウト、スーパープレイ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード、これから3回の裏、7番から始まるファイターズの攻撃、平沼が打席に入ります。ファイターズ点差が離された序盤3回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ点差が開いてますから、早めに1点でも多く返していくというのが大事ですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。高め変化球空振りです。膝元への変化球、あっという間に2ストライクです。高めに外れます。4球目は何で来るか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは9番に入っている石井、ワンアウトランナー1塁です。インサイド変化球決まっています。低めストレートストライク、ノーボール2ストライクです。変化球空振り、あえなく三振です。これで5個目の三振を奪われました。赤星さん、バッター陣ここまで手も足も出ないといった感じです。最初は変化球できました。
変化球できました。ノーボールツーストライク。低め外れました。三振です。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。ランナー出ましたが、これから4回バファローズの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。石川がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。小宮山さん、点差がつきましたが、ここから巻き返していくにはどういったことが必要でしょうか。いや、これはもう選手一人一人がね、しっかりと自分の仕事をすることですよね。ではそのあたり注目していきましょう。打ちました。切れました。ファウルボールです。ボールカウントはワンストライクです。打ちました。これは大きい。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。打った。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてスタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ファイターズなおもピンチです。バッターは5番クリ。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。打った。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス鈴木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー3塁1塁。打ちました。取った。二塁へ送球。アウト。アウト。スタンドのファンも沸いています。バファローズ1点追加します。アウトの間に得点。ファイターズもうこれ以上点はやれません。打席には8番バッター山下。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかないで。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット。ツーアウトランナー二塁。まず何を投げてくるか。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。危ない球です。大きく外れました。ファウルになります。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。石川が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。バファローズのリード広がっています。赤星さん、開幕戦から一方的な展開になりましたがいかがでしょう。そうですよね、厳しい展開ではあるんですけれど、まあここから巻き返してもらいたいですよね。そうですね。さあまずはここから逆転していきたいところです。変化球空振り、ワンアウトです。最後はピッチャーの得意球で三振を喫しました。バッターは3番近藤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。桑田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インハイ空振り、あっという間に2ストライクです。変化球空振り、2アウトになりました。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。打順は4番中田。
先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は積極的にいってほしいですよね。そうですよね。ツーアウトランナーありません。打ち上げた。ここはフライになっています。3球目打っていきましたが取りました。アウト。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。小宮山さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか？そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。外は入っています。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになりました。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス新井、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功です。まあ得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど。まあここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど、そうですか。引っ張った。高いバウンド取った。一塁そのまま入ってアウト。打順は3番デイビス。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ワンアウトランナー三塁です。真ん中打ちました。打ち上げた。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。2アウトになっています。引っ張った。大きな打球になった。ライトバック、バックバックする、入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。相手主砲の一振りでした。打席には5番バッター九里。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ち上げました。浅いフライ。この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたが、最後はライトフライ掴んで3アウトです。5回の裏、追いかけるファイターズの攻撃。打順は5番渡辺。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ファイターズ点差が離された5回の攻撃です。赤星さん、ここは塁に出てつなぎたいところですよね。そうですね、この点差なのでこの回は大事に攻めていきたいですよね。確かにその通りですね。バッターは今日 DH に入っている清宮。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。桑田、まずは先頭バッターを打ち取っています。見逃して三振になります。ツーアウトになっています。バッターボックスは7番平沼。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ファイターズ三者凡退です。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、ワンアウト三塁の場面、3番バッターデイビス。2球目しっかりと捉えました。ファイターズ一振りで先制点を奪われます。さらに続きます。2アウト二塁の場面、6番バッター鈴木。初球を叩いてタイムリー。ファイターズ1点を追加されます。バッターは6番鈴木。まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。まあ、次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど、さあ何を選択してくるか。ボールになります。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。はい、ボールになります。
ち上げた。これは浅いフライ。ここは打ち上げています。5球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックス金村、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。打ちました。この打球はファールグラウンドへ。ファウルになります。これはショート、石井抑えてツーアウトになりました。打順は8番山下。今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。まあここまで当たっていると配球も難しいでしょうね。もう投げるところが打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5打席連続のヒット、ツーアウトランナー二塁。初球は何から入ってくるか、初球大きな変化球でまずは空振り、ボールになります。低めの変化球でカウントを稼ぎます。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった、レフトバックする、バック入った、ホームラン、ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたがしっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですがどうでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、なんとか投げてるという感じですよね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。最初は変化球できました。打ちました、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。これで三連打、ツーアウトランナー三塁。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の堀。さあマウンドを任されたのは堀、今シーズン初登板です。いやちょっとヒヤッとしましたね。まあ変わったピッチャーの初球は狙われてますから要注意ですよ。そうですか。空振り、ここはランナーを変えさせません。サードランナー残塁に終わっています。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。6回の裏、追いかけるファイターズの攻撃。バッターボックスは8番清水。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ファイターズ点差が離された6回の攻撃です。バッターボックス石井、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーに2球目打ちました。ショートうまくさばいてセカンドホースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。打順は1番に帰ります。バッター西川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ファイターズ変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ファイターズ結局3人で攻撃を終えています。バファローズ大量リード。小宮山さん、開幕戦に戦力を万全の状態に整えることは難しいですし、チームとしても多少不安定な状態でもありますよね。まあそうですね、万全の状態。初球打ち、センター下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。さあまず1球目、初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。打ちました、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、ファイターズなおもピンチです。バッターボックスには5番クリ。
った。ファーストを取った。一塁そのまま入ってアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど。打った、大きな打球になった、フェンス直撃、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。今日これがプロ入り初打席となる羽田。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。改めてお聞きします、バッターの羽田、どういうバッターなんでしょうか。まあ、打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。そうですか。打ちました、切りました、ファウルボールです。ワンボールワンストライクです。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種の空振り、ここは空振りでアウトを取りました。2アウトになりました。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、ここはフライになっています。近藤が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。ここまで両チーム見て、赤星さん、チームの明暗はっきり分かれてますね。まあそうですね、ただ特別な緊張感の中で戦ってますんで、まだまだ分からないですよね。そうですね。さあこの後大どんでん返しあるんでしょうか。これはスタンドへ入りそうです。これは一塁側のスタンドに入ります。打った、取りました、ワンアウトです。打席には3番バッター近藤、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。桑田、まずは変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックスは4番中田、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。ストライクです。ノーボールツーストライクです。三遊間、ただ抑えて3アウトチェンジ。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。8回まで来ました。バファローズの攻撃、バッターは9番牧、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ファイターズ厳しい展開で8回を迎えました。ワンアウトです。打順はトップに帰って大石、今日はここまでなんと6安打の大活躍です。いや、もうバッテリーはお手上げじゃないですか。もう打ちました、これは大きい、伸びていく、レフト深いところ破っていきました。これで7打席連続のヒット、ワンアウトランナー1塁です。打順は2番新井、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。今日これがプロ入り初打席となる山本。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。一塁牽制球、セーフ、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。まあこの点差ですから、ランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、そうですか。3球目は何で来るか。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファールボール、ワンボールツーストライクです。打ちました、渡辺、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスには3番デイビス、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。打ちました、高く上がった、レフトが下がっていく、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン、初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ファイターズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターボックスには4番小栗、
まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。ええ、さあここはどういった攻め方をして、打ちました、高く上がった、頭上入った、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。5番バッター栗、今日これがプロ入り初打席となるローズ。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ファウルになります。打ちました、浅いフライ、ここはフライになっています。2球目打っていきましたが、最後はライトフライ掴んで3アウトです。8回の裏、バファローズに選手の交代がありました。代打いたしました山本に代わりまして8回の裏に入りました。追いかけるファイターズの攻撃、バッターボックスは5番渡辺。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ファイターズ点差が離されて8回の攻撃を迎えます。赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。まあ当然そうなんですが、点差もあります。インサイド変化球決まっています。2球目決まっています。打った、吉田取って2アウトです。バッターボックスには代打の田中。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ、打ち上げました、これは浅いフライ、この打球はフライになっています。2球目打っていきましたが、最後はセンターフライ掴んで3アウトです。これから9回バファローズの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。玉井が5番手としてコールされています。さあ小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、開幕戦最終回となりました。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を増したいですね。そうですよね。バファローズの攻撃は6番鈴木に代わりまして、バッター天口背番号7。これが1球目、初球ボール、ストライクになります。空振りになります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり押さえておきたいですね。打った、センターに強い打球、さあどうだ、センターオーバーのヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これがプロ入り初ヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。また初球打ち、ファウルボール、インコース見送っています。これが3球目、外へ持っていきましたが入りません。膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。さあ追い込みました、左中間へ持っていった、大きいぞ、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ、真ん中深いところ破っていった、
中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。バファローズ追加点を挙げました。ファイターズなおもピンチが続きます。今日これがプロ入り初打席となる吉田。吉田背番号0。初球打っていった。サード正面取った。一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。打順は1番に帰ります。バッター大石。今日はここまでなんと7安打の大活躍です。いやもう抑えられる気がしないでしょうね。もう投げるところがないといった感じ。痛烈スタンド一直線入った。ホームラン大石。さらにダメ押しの一発。今シーズン第1号のツーランホームラン。このホームランでサイクルヒットを達成。ファイターズ追加点を許します。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、今日これがプロ入り初打席となる村上。村上背番号。高めのボールヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。プロ初打席で初ヒット。ツーアウトランナー二塁。初球空振りです。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど。ストレート打っていった。大きな打球だ。左中間を深々と破るヒットになりました。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。バファローズ追加点。ファイターズさらにピンチが続きます。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、しっかり捉えた。これは大きな打球。外野ヒットになりそうだ。右中間破っていきました。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。バファローズ追加点を挙げました。ファイターズなおもピンチが続きます。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは宮西。さあマウンドに上がったのは宮西。今シーズン初登板です。これはどうか。ファウルボール。変化球打った。ファーストの右切れました。ファウルボール。さあ3球目は何か。空振り。ここはランナーを変えさせません。セカンドランナーは残塁に終わっています。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で。9回の裏バファローズが守りを固めます。代打いたしました淡口。そのまま入る。さあ赤星さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開ではあるんですけど、とにかくインコース詰まりました。この打球はフライになっています。吉田抑えています。ワンアウト。バッターボックスには代打の杉谷。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ。打ちました。これはセカンドライナー。打順はトップに帰って西川。今日はまだ当たりがありません。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。セカンドが構えます。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。日本ハムファイターズは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、ホームでの開幕戦残念な結果となってしまいましたね。まあ、そうですね、今日負けましたけどね、まあ明日もありますから期待したいと思います。はい、選手たちには切り替えてほしいと思います。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のようにパシフィックリーグ開幕戦はファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。